はい、教え子ということで <laughs> AI 学習に関しては、はいね、ザラでしょ、ザラやめてくださいよメーカーないでくださいようちの息子が掛け算割り算始まってるんであまさにはいあ、はいさんだからそれぜひ向井さんに向井さんは初体験ですもんねじゃあちょっと準備をさせていただきますのでお,お待ちくださいタブレットですね、うん、あ、青いですね <laughs> いやでナイチンゲールダンスのお二人がすでに体験したということですので、はい、向井さんにやり方をレクチャーしていただけますかじゃあ僕が向井さんに教えるって感じでいいんですかじゃあこれは教え,、まあ、教え子ということで AI 学習に関してはそうですね。 青スーツ先生として赤ペン先生のようにやってみしょうザラでしょザラやめてくださいよメーカー言わないでくださいよオーダーメイドですみたいな感じで立ってるんですからザラですよザラで吊るしてあったんですよびっくりしたねこんな青いのが吊るザラで最も青い布をねまとってるんですよじゃあちょっとやってみましょうか君が質問したいのは何かなというのでこれが今こんな優しく語りかけてくれるんですね はあ、この前髪重めなのが向井さんでね。ええ、算数。はい、どの教科を勉強質問したいかなという。もう早い。これね、褒めてくれるんですよ、ちょっと。算数を頑張っているんだね、すごい。やる気に。計向井さんが AI のマイクサポート。ありがとうございます。マイクフォローしてくれました。零点を整数に変身させよう。忘れてますね。全然。でも。 わかりやすいですね、本当にわかりやすいですし、ちょうど今、うちの息子が掛け算割り算始まってるんでまさに、ドヤ顔ですそうですね言えますねすごい AI バージョンも考えないとなそうですね確かに AI バージョンのこれも言えますね AI バージョンもねララララララ AI さんだからそれ AI って呼んで AI? これ AI だういその AI さんじゃないから はい以上でございます。ありがとうごどこから使われるんだろう。どんなパスをするんだろキラパスを。でも本当にもう新しいね。はい、そうですね。あの受験生の皆さんも多分今あの共通テスト終わってリ時期の間なんで、はい、気合い入れてそれサポートできたらいいなと思います。うん。ぜひね。どうなってもいいですからね。そうですそうです。受験成功しが中ルティンは今楽しいもんね。芸人になって。はいそうです。僕今楽しいのでね。はい。はい。 それも真剣ゼミのさっきのね AI コーチじゃないですけど、うん、しっかり全部応援してくれるんでそうです真剣ゼミならすべてが叶います、はい、ぜひ真剣ゼミ始めてくださいよろしくお願いしますお願いしますありがとうございます、えー、そうですなんかこう勉強っていうとやっぱりこう苦手だったりやらされてるっていう、えー、イメージ持つ人も多いと思いますし僕も子供の頃 勉強っていう言葉にちょっと拒否反応があったりとかしましたけどでもこういう AI だったり今みたいにとにかくこう興味を持たせてくれるツールなのでその興味を持ったところから、まあ、勉強いろんな教科に入っていけば苦手意識なく楽しんでいわゆる勉強ができるんじゃないかなとそういうまあ新しい技術でもありますしさっき言ったようにあの単純に勉強のことだけじゃなくて体調のことだったりとかいろんな生活のことも ある意味サポートしてくれる新しい技術なのでこれはもう本当にお子さんだけじゃなく親御さんも楽しめるツールになっていると思いますしえそして今、受験シーズンということで僕もまあ受験したとき冬ですごい寒くてだからもうあの頑張ってとはもう言えないぐらい多分皆さん頑張ってきていると思うんですね本番に向けてえだからもうここからはとにかく体調管理をしっかりしてあの全力を出すためにはやっぱり体調が一番大事なので。 えだからまずはもう本当に勉強も大事ですけどバランスよく睡眠もとって体を大事にしてえなんかこう悔いのないようにでもう受験ってもう始まれば終わりますからで終わってから卒業するまでの1か月ちょっとってすごく自由な時間だと思うのでそれが楽しみでやってたところもありましたしその間にこういろんな友達とどっか行ったりとか卒業旅行行ったりとか本当に楽しいことが待ってますしでまたその先に4月から新しい生活が始まって新しい環境でまた楽しくえ勉強。 っていうものに向き合っていけばいろんな自信になってそれが次のステップに踏み出すエネルギーになるんじゃないかなと思っております。